どうも、田関です。ついに長いメンテが明け、新イベントが始まりました。今回は、イベントに合わせて開始されたガチャを、回していきます。当然狙いは新規実装された、ミユ。そして予想通り、イリアもピックアップされています。私はイリアも未所持なので、どちらが出ても嬉しい。むしろ両方出てほしい。ですが、今回は、ミユが出るまでは、回したいと思います。現状で、予備符が3枚、石が10連分ありますので、まずは、これを使っていきます。それでは引いていきましょう。一発目は、霊装ですね。ずんがずんが。また冷凍。予備符は、すべて冷凍でした。まあ。ここからが本番です。お、ロード長いぞ。金回転きた。は？アサシン。すり抜けす天皇。すり抜けです天皇が期待外、特に何の見せ場もありませんでした。というわけで課金です。ミリは、星4だし、これで出てくれればいいのですが。これ、めっちゃ出る。うわ、テラだ。個人的にテラって爆死フラグなんですよね。霊装ばっかり。ネクスト。え？セイバー？すり抜けすまないさーん。
キンフだけスター。星4と星5がすり抜けって。でか、キャスターなら、せめてミリュでしょう。こうならばユキチ追加で、出るまで回す。そして、ここからはスキップ強でいきます。終わるの早い。いやだから、終わるの早いって。石が、どんどん消えていく。久々サーバント。は？バーサーか？金回転。ランサー？すり抜け祭りじゃないか。どんだけすり抜けるんですかー。気分転換に、この10連はスキップせずに、見ていきます。金回転だ。やっと見たミユです。姓は一応、エーデルフェルトと
ステッキのマジカルサファイアと申します。姉がご迷惑をおかけしていませんでしょうか。どうにかミリュウをお迎えできました。他のスキルの内容が気になるので早く育成したいですね。それにしても、星4サーバント狙いだったにも、かかわらず、すり抜け祭りで、思いのほか苦戦してしまいました。本当は、もっと早々に引いてエリアも、狙う予定でしたが、さすがに、これ以上の深追いはできないです。あとは、イベント報酬でもらえる、石や、予備筆運よく引けることを、祈るしかありません。それでは、ご視聴ありがとうございました。